フェルナンド・ルーカス・マルチンスは、ブラジルエルシン出身のサッカー選手。中国スーパーリーグ、北京国安所属。元ブラジル代表。ポジションはミッドフィールダー。2001年に、グレミオのユースでキャリアをスタートさせ、2010年にトップチームに昇格した。2013年6月13日、ウクライナプレミアリーグの FC シャフタールドネツクと5年契約を結んだ。 遺跡金額は1100万ユーロ。2014から15シーズンはリーグ戦13試合に出場し、1得点を記録した。2015年7月6日、イタリアセリエ A の UC サンプドリアと5年契約を結んだことを発表した。契約期間は2020年まで。2015年8月23日のカルピ戦で先発出場しセリエ A デビューを果たすと、 前半37分に直接 FK を沈め初得点を記録した。2016年7月18日、ロシアプレミアリーグの FC スパルタクモスクワへ5年契約で完全移籍。移籍金は1250万ユーロ。2019年7月30日、中国スーパーリーグの北京国安へ完全移籍することを発表した。 U-20 ブラジル代表として2011年の南米ユース選手権に出場して優勝に貢献すると同年の FIFA U-20 ワールドカップでも世界制覇を果たした。また2012年にブラジル代表に選出されると2013年の FIFA コンフェデレーションズカップ2013にも出場し優勝に貢献した。ありがとうございます。